ちゃんご飯だよ。落ちる落ちる落ちるからね。ここから先ないから。あんまりよ。出しちゃうから。この辺にしとこ。お父さん。もりこちゃん。ご飯だね。そんな多くないからね。うん、なんか激しくなってる。お腹空いてないんですね。さっきはね。時間ずっと短いからね。さっきは短いけど、さっきはちょっとお腹空いてたから、ちょっと、ね、食べてもいいかなって感じだったので、今そんなものが続くのかな。何しろ言わないで。次の次ご飯だよ。次ご飯。さっきはお腹空いてると食べたくないんだったから、うん、食べてもいいかなと思うんですけど。さっきよりね。さっきはね、今はお腹空いてないし、いらないから食べたくないんです。いらないね。あ、しゃあ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 。少しずつ激しいよ。いいです。いらないね。でも頑張って食べてるよ。ちゃん無言でしたね。ん？おしっこしてるわね。今日喋らないと、ね。いや、タオルをめくってやってるんで。あの、嫌じゃないです。うん。でもタオルがめちゃめちゃ濡れて、あの、居心地が悪いから。それがタオル変えてるのね。困らなかったの。そうですね。困らない、ね。めくってして戻してたら。困らなかったんだね。うん、困らないね。濡れないし。私に入れてないから。でも服をね。そうするくらいのことでいいですよね。なんだろうね。またしてくれる時と同じ日でも様々だからわかんないね。気分が向いたらトイレに行くのがいいですよ。その方が。トイレはトイレで足につくから嫌なのかもね。うん、足にちょっと。もうちょっとで終わりや。うにゃって言ったわ。うぎゃって言った。大丈夫だった。来ると思ってなかったね。あ、冬打ちだった。あらららら。あ、そういうことか。うぎゃって言っちゃったね。びっくりした。まだあったか。ブラッシングしてたから終わったと思ってた。あ、そうか。終わった、うん。ずっとブラッシングしちゃうからね。ゆったりしてた。まったりしてた。ごめん。あと一口。あったのか。もっと頑張った。偉いね。美味しいね。
足が嫌だね、ごめんね。うん、景色が右利きだから、うん、なんか行ってみようかどうぞ。じゃあ、駐車する。あと3本も。すいません、ちびっこコーンもらっていいですか。ちょっとその間のが。ありがとうございます。ここだけちょっと取っとこう。じゃあちょっといいのね。こっちじゃないと取れないな。ちょっと待って、なんか少し何か嬉しいとか。見てないかな、これ取れないな。